いや、前回のパートで料金を払わずに出て行った悪いやつ、刹那圭介です。この実況を見てくださった、前回のパートを見てくださった方、皆さんはちゃんと料金をお知られくださいね。俺は悪い見本なんで、悪い見本、あくまで悪い見本。ほら、なんかちょっと怒っとう気がする。掃除係とコーヒーがめっちゃ怒ってる気がする。料金払えみたいな。ごめんな、寿命は払ったらあかんわ。寿命はセット。これでどうに起こる。え、なんかやばいな、これなんかやばいような気がするな。悪い予感しかしないもんな。なんだこの雄たけび。すぐ下から聞こえてくるぞ。え、歯じゃない、ば、ん、ばん、け、ば、ん、ばんけば。山田、この声何か言ってるように聞こえないか。え、鍵盤、鍵盤の親戚かな、鍵盤ハーモニカ聞こえる。でも言葉の意味までは、内容までは聞き取れねえ。なんて言ったんだ。なんか来てる。いや、払いませんから。追いかけても払いませんから。あなた、このゲームのオブジェクトでしょ。プレイヤーに何を吹き込もうとしてるんですか。え、誰目線だい、誰だい。え、何の話だい。きたー、掲示板。サトシ、下に口が。あ、わー、え、何これ。あなたは完全にオブジェクト化されていなかったのですね。完全な、完璧なゲームのオブジェクトになるため、あなたの歯全部抜いてあげましょう。もう一回死んできてください。やー、なんだいこれは。え、な、なにこれ。ゲームオーバーじゃない、ゲームオーバーじゃない、ゲームオーバーじゃない。運営さん、運営さん、これどういうことですか。ちゃんと運営来たわ、ちゃんと運営来たわ。ゲームついてるわ。なんかめっちゃ増えてる。え、なにこれ。 D の剣、アーチャー、忍者、鍵セット、歯セット、猫ギター。課金したら歯全部集まりますよみたいな感じだったんだ。セーブ。よかった。なんか怖かった。壊れて終わりとかいうゲームオーバーかと思った。このゲームだったら、なんかやりかねんなって思っとった。危ないな。数の少ない光に、新しい道を。数の少ない光に、新しい道を。これだ。数が少ない、これだけ。やったぜ。サトシ、さっきの声。掲示板って、あ、多分山田、多分さ、それはさ、ネットの掲示板に悪口書き込むなよって言いたかったんちゃうかな。ああ、俺もはっきり聞こえた。掲示板、掲示板、反対から読んだらマジいけ、読みにくい。そうか、人間の作った携帯ゲームを元にだったらいけるかもしれない。どうした、何がいける、何が、え、掲示板がどう関係するんだ。それは、え、くそ、近づくな、誰だい、気になるな。あ、アジカルさんの桃田で、なんでこんなとこにおるん。そして、そんな、何そのモンスター、サトシの仲間か。後ろから卑怯だぞ、サトシ君、後ろから卑怯だぞ。今のは足柄さん、桃田、山田、携帯のデビゲー掲示板にこのモンスターの攻撃力やレベルに関してのクレームをできるだけ書き込んでくれ。試したいことがあるんだ。どういうこと。サトシ君、サトシ君、掲示板で悪口書き込んだ、ダメって言ったのは君じゃないか。その間、俺がこのモンスターを引きつけておく。何か考えがあるんだね。わかった。でもサトシ君、そのモンスターは HP、攻撃力ともにかなり高い。気をつけろ。要は戦わなくていい。めっちゃ早いやんこいつら。
お前らなんで動きながら、なんで動きながら掲示板見よん。てか、なんでお前らこっち来ようなんだ。お前、それあかんわ、それあかんわ。お前ら、近づいてこんでもいいやろ、お前。サトシ、モンスターの動きがどうしたん？どうしたん？モンスターの動きがどうしたん？てか、お前らの動きの方がおかしいよ。普通、このキツネから離れていけばいいもの、離れるんが普通のものなのに、なんでお前ら、そこら中で動き回るよんな。なあなあなあ、お前ら、離れた方がいいんちゃう？俺、踊りになっとんぞ。なんでお前ら近づいてきたん、踊りに。いや、踊りの意味ないよ。なあ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 、なあ、おい、お前ら、お前ら、俺が引きつけようんやけど。てか、こいつやたら動き遅うなったけど、なんかあるん？どういうこと？危ない危ない。みんな、ちゃんと書き込んでてくれよる？このモンスターめっちゃチートワロッシュみたいな画像書いてくれるとる？なあ、ちゃんとやってくれとる？お前らなんでそんなに左右に動き回る必要ないと思うんやけど、俺。ああ、危ない危ない。アタック。おう。なあ。もしかして、ちゃんと戦わなあかんパターン？ちょっとした戦うけどさ、あ、倒したし、倒したし、一撃で倒れた。マジかよ。マジかよ、ほんとマジかよ。そして平穏な BGM やったぜ。どうしたみんな、すごいやお兄ちゃん。あのモンスターかなり強くて、足取りお兄ちゃんと僕だけで全然かなわなかったんだ。二人で死んじゃうかと思ってたんだよ。まさかこんな方法があるなんて。はこの裏ルートに関してはサトシ君は最強なんだよ。まあ分からんけど、どういう種使ったか分からんけどね。ここに来るまで足軽お兄ちゃんにかばってもらってばっかで、僕全然役に立たなくて。いや、今回のモンスターを倒せたのは桃田や山田、足軽さんが協力してくれたからだよ。みんながいないと倒せなかった。これで道が見えた。ゲームを終わらせるかもしれない。桃田、また協力してくれるか？うん。どういうことだ？サトシ君、種明かしをしてほしいんですけど。ほら、山田と足軽さんやって、今のどういうことっていう目でこっち見てますけど、サトシ君、早く種明かししてくれないかい？気になってしょうがないよ、俺も視聴者さんも。やったな、サトシ。さっきの掲示板への書き込み、こうやって使うのか。ああ、さっきの声が言ってた。掲示板で思い出したんだ。親父のゲーム会社の仕事内容、ゲーム開発の仕事内容を、もっとプレイヤーを集めてみんなで書き込めば、ゲームで終わらせることができるかもしれない。人気がなくて終わるってやつじゃ。ああ、なんかリアルでもたまにあるかもしれんな、そういう。なんかちょっと人気がなくてサービス終了しますみたいなのが。それを無理やりやらすってことか。サトシ君、えげつないぞ。本当、お前って携帯ゲームばっかやってるだけのやつかと思ってたけど、それだけじゃないんだな。山田、お前バカにしてるか？いや、たまに親父のゲーム開発を手伝いしてるだけで、実際ゲームしかやってないんだけどな。テストプレイかな。まあ、ゲームばっかも良くないんだけど。じゃあ無事にこのゲームから出られたら、外出てサッカーでもやろうぜ。サッカー少年か山田くん。サッカーか、考えとく。絶対やらないなこれ。そうか、考えとくって言うたやつは大体やらんぞ、サトシくん。よし、早くこんなゲーム終わらせようぜ。種明かし、わかったけ、まあいいや。足軽さん、サトシくん、あと山田くんだっけ。二人とも無事でよかった。足軽さんも、モータも。それにしても、さっきのモンスターは一体、あんなに強かったのに、急に弱体化した。ここにいるみんなで掲示板に書き込んだけどからなのか。このゲームは人間の作ったゲームを忠実に守っている。だから、もしかしてって思ったんです。アジャイル開発。携帯ゲーム開発者は、毎回利用者数や掲示板なんかをチェックして、少しずつゲームを改変しているんです。利用者が逃げないように、ゲーム自体を面白くするように。そうなのか、だからあのモンスターを弱体化したのか。あ、強すぎて、強いからゲームやめますって人がおるけん。あ、まずい、
モンスター弱くしなみたいな感じが働いたんか。すげえぜ、サトシ君、詳しいな。親父がゲーム会社で勤めてるんで、恥ずかしそうにしてるよ、山田君じゃないわ。混ざってしまう、なぜか混ざってしまう。でもこれで他のプレイヤーを集めて書き込めば、停止させることができるかもしれない。そうか、だったら早く他のプレイヤーを見つけに行こう。だが、俺はちょっと、やばいと思うよな。これを鬼畜王が聞いたらさ、この状況が終わってしまうってことやん。だからどうにかして力ずくで阻止しに来ると思うよな。山田くんも仲間になってくれたし、心強いな。この調子で協力してくれる仲間を増やしてゲームを終わらせよう。ええ、うん、はい。今の音は何だい？どうやって出ていくんだろう、これ。どうやって出ていくんだい？あ、ここもさっき言うたやつかな、こっか。やっぱり、一つだけ色が違うところが、道だ。よっしゃ、帰ってきた。やったぜ、全員揃った。見てください、全員揃った。全員の枠が埋まったところ。さて。お、これどっかで見たことあるか？また、この扉か。だよな。この中に鬼畜王おらんかったっけ。わあ、みんな。ちょうどいいぞ、みんな。ヘッドホン野郎だ。全員で囲め。もう逃がさないぞ。おとなしく、鬼畜王さんに殺されろ。お前ら、鬼畜王の仲間か、お前、今でも。待ってくれ。協力してほしいんだ。協力？何言ってんだ。今さら命乞いか。諦めろ。違う。プレイヤー同士が協力して、掲示板に書き込めばゲームを終わらせることができるかもしれないんだ。さっきもモンスターを弱体化することができた。なんだって？お、これはみんなちゃんと協力してくれるのかい？あんたらだって好きで鬼畜王の言うことを聞いてるんじゃないだろう。鬼畜王のやってるプレイヤー殺しも止めさせられるんだよ。く、そんなこと信用できるわけが。鬼畜王に逆らえるわけがない。逆らえばこっちが殺される。こんな命かけたゲーム早く終わらせようよ。うるさい。だったらそこのアグリードラゴンで証明してみせろ。アグリードラゴンだって？なんか弱そう。わかった。アジカルさん、モーター、山田、また掲示板に書き込んでくれ。あ、うん、おう。え、アシガルさんも来るんですか？あ、みんな来るんだ。行くぜ、アグリードラゴンなんか勝てるぞ。鬼畜王に殺されるよりも、自ら死にに行ったか、バカな奴らだ。大丈夫だ、僕たちは戻ってくるぞ。アグリードラゴンってこいつのことだったんじゃ。てかこいつアグリードラゴンって言うんじゃ。これドラゴンだったんやな。鹿だよ。ドラゴン要素があんまないような気がするけどな。要するに、あれか、またちょっと逃げ回って、ちょっと、あ、みんな、そんなことしたらみんなやられる。え、アグリドラゴンも俺ばっかしか狙ってなくね。ちょっと待って、アグリドラゴンも俺しか狙って、今か、今なんか、これ、今なんか、いけるぞ、弱体化してきたぞ、これ勝てるぞ、はめたった、倒した。やった、アグリドラゴン余裕だった。あんだけって感じのやつがこんなに一瞬で。すごいぞよ、掲示板すごいぞ。掲示板の力は恐るべしです。もしかしてやばいぞこれ。お、みんな並んで、そしてデビゲーの運営もなんか鬼畜王の仲間みたいになってる。何のつもりだってめえら。もうあんたの言うことは聞かない。プンプン。彼女みたい、彼女みたいなこと言うけどな。他のプレイヤーを陥れるなんてもううんざりなんだよ。プンプン。イヤホン野郎に何吹き込まれたのか知らねえが、武器も装備も弱えおめえらが俺様に勝てるわけがねえだろうが、使えねえゴミは死なー。鬼畜王さん。
なんだこの感じ。鬼畜王の武器、まだ弱体化してない。え？山田！山田、電気。山田くん、お兄ちゃん。山田。ちゅ、邪魔しやがって、さっさと死んどけ。山田、HP が、どうして。あの時、助けてくれただろ。今度は俺の番だ。必ずゲームを終わらせてくれよ、サトシ。まだ効果が出ていない。みんなもっと書き込んでくれ。頼んだぞ。山田電機、来世では必ず電気屋になれよ。サトシくん、サトシくん、意外と押せてるやん。意外と押せてる山田。鬼畜王の能力弱体化したか、もしかして。さっきと同じ攻撃だぞ。なんで受け止めて。まさか重課金して新しい武器を手に装備を手に入れたのか。プレイヤーたちの課金は確認していません。これはどういうことですかね。運営も分かってない。これはいけるぞ。てか運営がやってなかった。能力の変動の運営がやるよちゃうんか。これ社長が知らないわけないだろ。人間の作った携帯ゲームのシステムを真似したって言っただろ。だからみんなで書き込んだんだよ。掲示板？掲示板にこんなにたくさんの不満書き込まれたんじゃ、ゲーム内容の改変もやむなしだよな。鬼畜王、あんたの武器が弱体化したのはデビゲースタッフがちゃんと仕事してくれたってことだよ。この悪魔たちはデビゲのスタッフじゃなかったんかな。もしかして下の下のバイトだったんかな。これあの赤い服のおっさん、バイトのくせにあんなに偉そうな口聞きかったんじゃ、偉そうなこと言おったんかな。すっごいこのゲームのシステムもの内容のシステムとか教えてもらってもないくせにあんなにでかい顔しとったんかな。さあみんなもっと書き込んでこのゲーム終わらせるんだな。何やってんです。鬼畜王、弱体化しても HP は減らせるだろう。早くあいつらを殺せ。ナイス、ナイスキャッチ。あー、私のゲームが。お前はバイトだろうが。スタッフで誰だったんだろう。あの赤い服のおっさんと青い骸骨じゃなかったんやな、運営は。あ、なにこれ、なんだここ。も、元の世界に帰ってきたのか。これ元の世界なの。これ森公園やって。帰ってこれたんだね。え、今まで課金したものが、俺様の武器が。鬼畜王、あんたの残りの寿命、今まで殺したプレイヤーたちへの机の時間に当てろ。やってくれましたね、プレイヤーサトシ。ん？てかお前らなんでどんどん現実世界なのに。悪魔やけんか。悪魔やけんやな。悪魔やけんやな。こいつら現実世界でも悪魔か。そうやね、そういうことだね。まあいいでしょう。まだ子供子会社もたくさんありますし、人間の会社には他にも素晴らしい金儲けのシステムがある。寿命や魂を回収する術はいくらでもありますから。それでは皆様、デビゲー運営のキャッスルエスケープ長らくのご利用誠にありがとうございました。きっちり手を引いてくれたんやな。俺たちはあのゲームから無事帰ってくることができた。あれ、今日も山田来てないな。どうしたんだろう。山田、山田、俺をかばってくれたよな。サトシ、お帰りだよな。山田が死んだんよな。めちゃくちゃハスしてるお父さん。今の走り方尋常じゃなかったぞ。ああ、サトシの方か今のは。
左、ちょっとパッと見で左がサトシだと思ったよな。さあ、サトシ？お父さん、一人にさせてあげて。エンド3、エンド3なの ?3 これ。サトシは心に傷を負った。これバッドエンドだろ。全クリしたけどさ、バッドエンドじゃんこんなん。てかエンド3って1と2あるんこれ。そう、3つもあるん。ってことは山田助けるエンドがまだ上にあるんじゃ、3つもあるんじゃ、はい。というわけで今回デビゲーとりあえず最終回かな、これ1周目けど、これちょっと不本意でしょ皆さん。ちょっと定番の2周目ってやつですね。まだ可能性2周目やってないのにね可能性の2周目やるかどうか知りませんけど、まあデビゲー2周目、まあ定番の攻略サイトバリバリ見ますのパターンですね。はい、バリバリ見て、まあ2周目やっていけるんだったらやっていきますし、まあ攻略の内容的にちょっと実況に向いてないなって思ったらやりませんし、そのあたりはちょっと判断しておきます。というわけで、まあとりあえず、まあ、ここで、ただちょっと俺一回やってみたいこととしてね、このデビゲーをもう最初から最後までバリバリ課金したらどうなるかってのをやってみたいと思うんですよねちょっとそれで実況でやらずに収録はせずの生放送でやるかもしれんので、収録はせんかなちょっとアップがめんどくさい気がするけんね。はい、というわけで、まあアップするんかなちょっとわからんけど、まあいいや。というわけで今回デビゲー最終回というわけで、まあ今回はこの辺で、山田のことをいつか助ける時が来ると思いますが、まあしばくし別れです。というわけで今回はこの辺で、週上げ。やっとが変わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、佐々木健介の動画を見よう。